ウィザードリー・ウィザードリーのアイテムウィザードリーのアイテムでは1981年に第1作目が発売されたコンピュータロールプレイングゲームウィザードリーシリーズに登場するアイテムについて解説する総合的な情報など他の項目についてはウィザードリーまたはカテゴリーウィザードリーを参照ウィザードリーと共にコンピュータ RPG 例明期の代表作に 数えられる、ウルティマシリーズでは、イベント用アイテム以外は必要最低限のものしか登場しないのに対し、ウィザードリーでは多数のアイテムが登場する。シナリオ1から3、5においては商店に売却したアイテムの情報が保存され、新しいものを売るたびに購入画面に表示されるアイテムが増えていく。これは、今日のコンピュータ RPG に多く見られる。 アイテムコレクションというやり込み要素の走りと言える。本シリーズに登場するアイテムは、主に次のように分類される。以下に挙げるものは、基本的にキャラクターが装備することによってその恩恵を得られるものである。逆に、多くのアイテムは装備しないと効果が現れない。装備可能なアイテムは、職業や種族によって定められる。中には装備者に呪いを与えるものもある。 呪いを有するアイテムを装備すると何らかの手段で破壊しない限り別のアイテムに装備し直すことができなくなる。能力の上昇幅はアイテムによって異なり、ゲームの進行に伴って効果の高いものが手に入りやすくなる。また、装備品の中にも使うことによって呪文と同じ効果を発揮するものもある。キャンプ時にスペシャルパワーと呼ばれる秘められた力を解放して、 特別な効果を得られる品もある。以下に挙げるものは直接使ったり特定の地点を通過するときに効果を発揮するアイテムである。アップル2版とそれ以降でアイテム名称が異なっていることがある。アップル2版をはじめとする PC 版ではダンジョンズドラゴンズに習い強化された武器、防具の名称にプラス1。 プラス2と付加する命名規則となっているが、マッキントッシュ版ではそれぞれに固有の名称を付与するようになっている。FC 版は、後者の命名を危訳したものとなっている。以下に、本家、ウィザードリーに登場するものから、シナリオクリアに関わるアイテム、並びに過半数である4作品以上に登場したものを紹介する。なお、名称はプラットフォームによって異なる場合がある。 シナリオ1と4に登場する。どちらのシナリオも、このアイテムを手に入れることが目的だが、1と4では手に入れようとする人物が、逆転している。所持するものを様々な攻撃から守り、体力回復や瞬間移動の力も秘めている。巨大な力を秘めているため、4では、触れるためには、ミスリルグローブを手に装着する必要があるとされたが、ソフトークオールスターズは、 剣の切っ先にぶら下げて持ち帰っている。制作者やトレボーが手にした経緯は、機種や攻略本、小説によって、だいぶ異なっている。アップル2版や FC 版では特に言及されておらず、ベニー松山の小説、小説ウィザードリーとなり合わせのハイト青春では、制作者は、ワードナ自身であり、戦乱を収めるためにトレボーの父に手渡し、力を知ったトレボーが、 父の墓を暴いて手にしたとされている。シナリオ4の説明書には、もともと失われた神々の楽園に置かれていたとなっている。他方、シナリオ4の攻略本、地上への道では、トレボーが戦力を獲得するために、魔導実験を繰り返していた時に異次元から偶然、召喚したものとなっている。シナリオ4の真のエンディングでは、アミュレットは、 善でも悪でもなく純粋な混沌により生み出されて、ものとされ、ワードナは、それの作り手の元へ戻すと誓う。なおミスリルのガントレットでのミアミュレットを掴むことができる。OVA 版でも、ワードナは左手に銀色のガントレットを装着している。石垣玉城の漫画シリーズでは、トレボーの家系に先祖代々伝わっていたものとなっており、制作者は不明のままである。 アップル2版での名称は、ワードなス・アミュレット。シナリオ2と3に登場する。ギルガミンの街を、あらゆる災害や害を持つ存在から守っていた。だが、ギルガミンの中で生まれたものには効果を発揮しないという弱点を持ち、そこをついたダバルプスに奪われてしまう。ダイヤモンドの騎士の装備を手にしたマルクだと、アラビクの指定によってダバルプスは倒されるが、 断末魔に叫んだ呪いの言葉によって、ディルガミンの城の崩壊と共に地下深くに封じられてしまう。その後、ダイヤモンドの騎士の装備を身につけた冒険者の手で、ディルガミンの町に返還され、ニルダ寺院に保管される。しかし、30年後にディルガミンを襲った天変地位を防ぐことはこの杖でも不可能だった。日本語 PC 版や FC 版2の説明書では、 グニルダのツエと表記されていたが、1990年発売の f c 版3において、ニルダのツエと表記されて以降、この名で定着している。なお、プレイヤーキャラクターが装備すると AC が20も下がるが、呪われてしまう。ただし地上に持ち帰れば自動的に回収される。シナリオ2に登場する。伝説のダイヤモンドの騎士が装備していた、ブグ一式。 ゲーム上では、ナイト・オブ・ダイヤモンズの頭文字を取って、コッツ・アイテムと表記される。ニンテンドー基盤の日本語表記では、伝説の鎧などのように意訳されている。コッツ・アーマー、コッツ・シールド、メイケン・ハース・ニール・レスニア、コッツ・ヘルム、コッツ・ガントレットの5種のパーツで構成されており、高い攻撃力と防御力を持つほか、強力な魔法の力が秘められている。しかし、 それぞれの装備には意志があり、手にしようとするものがそれにふさわしいかを見極めるために攻撃を仕掛けてくる。この時モンスター名としては、マジックアーマー、シールド、ソード、ヘルム、ガントレットと出る。いずれも、不確定名は命を吹き込まれたものである。ガントレットは2匹同時に出現するが、アイテムとしては1個扱い。シナリオ3に登場する。リルガミンを襲った。 天変地異の原因を探ることができると言われている、宝珠で大地の宝珠とも呼ばれる。宝珠はエルケブレスが守護しており、善と悪が調和した象徴である中立の推奨を持たない者は宝珠に近づくことすらできない。善と悪の性格の冒険者が協力した後に、ディルガミンに持ち帰ることとなる。なお、別の場所にはミューズフェスの宝珠という偽物があり、これをつかまされると、 中立の水晶を失う上に HP が下がるので注意が必要。シナリオ5ではディルガミンの宝手として登場し、ブラザンフッド寺院に入る時の通行証となるほか、三軸の門に入る時にも必要となる。シナリオ6に登場する。書いた望みが全て叶うと言われる魔法のペンである。異界の悪魔からこのペンの存在を聞いた最悪の王と、ゾウオフィタスラが異次元へ乗り込み奪い去ってきた。 だが異次元から持ち去る過程で、ペンの本来のアンチ場所コズミックサークル以外の場所で、望みを書いた場合、書いたものに望みを叶える代わりに災いをもたらす、という一文を書き加えたために、ペンは呪いの品と化した。そして、最悪の王は望みを叶えることと引き換えに死ぬことができない体となり、王妃は自らの命を失い、ゾウフィタスは善と悪の二つに分裂してしまった。 実は、コズミック法事の呪いは、願い事を可能な限り曲解して叶えるというもので、あり、字面の上では、全員の願い事が叶っているのである。なお、このペンは、6の最後で、コズミックロードの一人によって、コズミックサークルへと戻され、8の最後に、再び登場する。シナリオ7と、8に登場する。惑星ガーディアに隠されていた報酬で、 この宇宙の法則のすべてが記されていると言われている。コズミック法事の力でガーディアの位置は隠されていたが、サークルからペンが盗まれたことで存在が全部宇宙に知れ渡ってしまい、アンパニ族、ティーラング族、そして科学者ダークサバント等が退去して、ガーディアに押し寄せる事態となった。様々な勢力が入り乱れる中、異性からやってきた冒険者のパーティーが一時保有する。 モノノビドミナの命と引き換えにダークサバントの手に渡る。シナリオ号を除くほぼ全編に登場する高い攻撃力を誇る戦士系用の武器。シナリオ1や3では戦士とロード1と2では悪以外の忍者において実質最強の武器となる。剣という名前ではあるが、いわゆる刀剣ではなく先端に回転する刃を取り付けた棒状の武器である。オリジナル英語版の ブレードックイージナートの概略シナリオを読んで、この武器を装備中の敵キャラクターのグラフィックという形で初めてゲーム中に正式なカシナートの剣らしきグラフィックが登場したが、それは剣山のごとく4本の刃が設置された円盤が何らかの力によって回転する姿を描いたものであった。主人公、ワードナは魔術師であるため武器として装備できないものの、かき混ぜ器として、 重要アイテムの作成に必須となっている。伝統的に攻撃力が非常に安定しており、この武器を用いた攻撃のダメージは毎回ほぼ同じ数値になるのが謎だったが、その種明かしは正体がミキサーだったからだというわけである。モデルとなったのはアメリカの家電メーカー、クイジナーと社のフードプロセッサーである。クイジナーとはアメリカにおいて、 フードプロセッサの代名詞として通用するメーカーで、原作者による走り描きのようなイラストによって、フードプロセッサのパロディ武器であることが明らかになった。ロバートウッドヘッドは、冗談アイテムのつもりだったと述べている。綴りは、ネタ元から愛を一時抜いたものになっているが、マッキントッシュ版のアイテム名はネタ元そのままの、ブレードクイージナートになっている。日本においては、 資料が少ない時期に執筆された攻略本の記事で伝説の名工、カシナートによる剣だという独自の解釈が紹介されていた。日本製の派生作品にもそうした解釈を踏まえた設定が多い。なお、日本で家電としてのクイジナートのフードプロセッサが話題になるのは2000年代後半からであった。シナリオ1、2、6、7に登場する武器。シナリオ一。 に登場するものは、盗賊にとっての最強クラスの武器であると同時に、性格や能力値条件を満たさずとも、盗賊を忍者に転職させる特別な力を秘めている。まともにプレイしては、シナリオクリア前に、忍者の転職条件を満たすのは厳しいので、この武器を見つけることが忍者への近道といえる。シナリオ3人も、盗賊や死狂を忍者に変えるバタフライナイフが登場する。 シナリオ6以降では、盗賊系が装備できる強力な武器として登場するが、転職の効果はない。アップル2版での名称は、シーブスダガー。シナリオ1、2、4等に登場する。忍者が装備可能な武器の中では最高の攻撃力を持つ。原作者、ロバートウッドヘッドによると、複数倍がセットになった、投敵用の星型手裏剣であり、アップル2版で、 手裏剣だった名称も IBMPC 版や日本語 PC 版では複数型となっている。一方、ノベライズ版では区内だと解釈されることもある。なお、性格が悪以外の忍者が装備すると呪われてしまう。シナリオ6以降では忍者だけでなく侍も装備できるが、使い捨ての飛び道具として扱われ、序盤に登場するだけあって、威力もそれなりである。 もともと、古代欧州風の世界観に侍や忍者などの日本起源の異端的な要素が登場したのは、黒沢明の時代劇や忍者ムービーと呼ばれる忍者を主役とした娯楽映画を見ていたというウッドヘッドの思考による。後のインタビューでは、ジェームズ・クラベルの小説、将軍の影響であったと述べている。 ウィザードリーの忍者といえば何も装備しない状態が最強だと言われることが多いが、旧作においては攻撃力に限れば手裏剣を装備している方が強力である。すでの忍者はクリティカルヒットを繰り出す確率が高いものの、純粋なダメージ量では、グレーターデーモン等が一撃で倒せない場合が多く、やや苦労する。手裏剣を装備すれば、不確実なクリティカルに頼ることなく、 単純なダメージの高さでほぼ全てのモンスターを一撃で倒すことができる。ただし、その場合は AC が他の職業同様銃になってしまうため、手裏剣を装備するのなら防具の装備は必須である。また、たとえ装備できない職業のキャラクターでも、持っているだけでエナジードレインに耐性を持つ点が重要とされる。シナリオ3、5を除くほぼ全編に登場する。 侍にしか装備できないが、ゲーム中最強の威力を持つ武器である。モデルは、妖刀と呼ばれた村政から。シナリオ5では村政刀という名称で登場し、侍だけでなく、忍者も装備可能となっている。シナリオ6以降では再び侍専用の武器として登場するが、最強武器ではなくなっている。この村政に見られる最強の武器は、日本刀という自称は、後に、 日本でもコンピューター RPG が作られるようになってから逆輸入され取り入れられている。なお、アップル2版シナリオ1ではムラサマブレードの表記になっている。ムラサメと混同したという説があるが、ロバートウッドヘッドはムラマサブレードかな。最初に発売したアップル版ではムラサマブレードという名前だったけど、日本語版が発売される時に違うってのが分かって直したと述べており、 村雨については言及していない。その後のインタビューでは、ジェームズ・クラベルの小説、将軍に登場する村様ブレードの引用であったと述べている。後の移植版では、基本的に村政マイナスに統一されているが、一部の日本版では、特定の条件下で村様マイナス表記が再現される。ログイン1991年ナンバーワンに似て、サーテックからの情報として、 村政の正体はミキサーの刃のような武器だと紹介されたことがあったが、これはカシナートの剣との混同である。このことを聞いたウッドヘッドがそれはカシナートのことであり、村政は日本刀であると否定している。ちなみに、1では村政があれば、レベル1の侍でもポイズンジャイアントを一撃で倒せるという伝説があった、上、プレイヤー間で、 村政を手に入れた座標を教え合うという光景が、宝島社の雑誌、ヒッポンスーパーを賑わせていた。ちなみに、入手はドロップするモンスターと確率で決定され、座標は関係ない。ただし、レベル1の侍が、ポイズンジャイアントを一撃で倒せるというのは事実である。この例に限らず、シナリオ1の戦闘バランスに対して攻撃力が不自然なほど高く、設定されており、 最大ダメージは、同ゲーム中で2番目に攻撃力が高い武器の3倍以上になる。シナリオ1、2、4に登場する。ロードにしか装備できない鎧で、身につけるだけで防御力だけでなく自動回復などの様々な特殊能力が備わる。マッキントッシュ版にて、アーマー・オブ・ローズに名称変更された後に移植された FC 版やアスキー版ガイデンシリーズでは、 そちらが採用されて、聖なる鎧やアーマーオブローズに名称が変わっている。シナリオ4では一応ワード名も装備可能だが、恩恵を受けるどころか防御力が悪くなり、HP が奪われる呪いのアイテムとなっている。性格が悪のロードが装備した場合も呪われる、という続説があるがデマである。日本では、手裏剣村正と合わせて、三種の神器と呼ばれ、その人気ゆえに、 本来これら3種が登場しないシナリオ3の移植である FC 版2にも登場することとなった。役に立たないアイテムも合わせて追加することで、アイテム入手のバランス調整が行われている。ちなみにテーブルトーク RPG 版では、ローブプラス9の防具として登場し、スペシャルパワーを使うと、ただのローブになってしまう。ありがとうございます。